ジョゼ・エドアルド・ドス・サントスは、アンゴラの軍人、政治家、革命家で第二代大統領を、アンゴラ解放人民運動議長。1979年に、アゴスティニョネト初代大統領の後を継いで大統領となり、2017年9月に退任するまで38年間に、渡る長期政権を維持した。これは、アフリカでは、赤道ギニアのテオドロ・オビアン,ンゲマ大統領に次ぐ、 長さであった。父は建設労働者。1956年学生時代にアンゴラ解放人民運動に加わる。しかし創始国ポルトガルの弾圧を逃れ、1961年、フランスに亡命を余儀なくされ、後に今後共和国に逃れた。この頃から MPLA 内で台頭し、副議長となる。また、亡命生活のため学業を中断していたが、 ソ連に移り、アゼルバイジャン石油化学大学でエンジニアリングの学位を取得する。1970年アンゴラに帰国し、MPLA の軍事部門であるアンゴラ解放人民軍に所属、MPLA の第二政治、軍艦クラジオ送信担当に就任し、アンゴラ独立戦争に参加した。1974年、第二艦区電機通信担当副司令官となり、 同時に MPLA 外交担当コーディネーターに就任した。1975年にアンゴラはポルトガルからの独立を果たしたものの、アンゴラは内戦に突入する。アンゴラ内戦初期に議長兼外交政策担当初期となり、1976年に初期を交代した。1979年9月、アンゴラ初代大統領のアゴスティニオネトが死去すると、 後継大統領に就任した。2013年12月15日、娘が企画したマライア・キャリーのコンサートに出席。マライア・キャリーの100万ドルとも指摘される出演料とともに話題になった。2016年3月、73歳の時に2年後の政界引退を表明。2017年8月23日に実施された大統領選挙には出馬せず。 9月26日に大統領を退任。2020年1月、i c ュはアフリカ一の女性富豪と言われる長女のイサベルが公共事業を受注したり、租税を回避して巨額の富を得た疑いがあると報じた。2021年9月14日、滞在先のバルセロナから2年数ヶ月ぶりに帰国した。ありがとうございます。